自分たちだけ裏金ポッポないないで自分の次の当選だけ考えているような政治家許せないじゃないですか。国民のためにやれよって。日本の官僚が捏造して総理をだまくらかして失脚させたんですよ。これが政治の世界なんです。植民地なんです。日本は宗主国様と日本は植民地だからノーとは言えないという状況を自分たちでこれ広げちゃったわけですね。イラク戦争なんかは、先進国とか反対してる中日本が真っ先に賛成してますから。政権を取られた後、おそらく官僚という抵抗勢力があると思います。その人たちに妨害されないために今から考えていらっしゃる策は何かあるでしょうか。もう一つ、全国行脚でお疲れだと思います。何か、力のつくものを、一回食べていらっしゃるでしょうか。ちょっとそこが心配です。ちなみに私のおすすめは、茨城の水戸にありますスタミナラーメンです。そういったものを食べていらっしゃるかどうかちょっと心配だったんでそれも聞きました。以上です。ありがとうございます。私たち令和新選組は最初山本太郎一人で始めたんですね。それが今や8人の国会議員が生み出されました。これは少しでもこの国が変わればいいのにな、そう思う人たちが既存の政党じゃなくて新しい選択しようと思って力を貸してくれた結果なんですよ。つまり何かって言ったら皆さんは社会を動かすっていう力持ってるんです。令和が8議席になったって別に俺の給料上がったわけじゃないような当たり前じゃないですか。政権与党を取らなきゃ大胆な政策は打てないんですよ。野党のままじゃ社会を変えるっていう大きな力は手に入らないんです。微調整はできたとしても大きく変えることはできない。だから力を貸してほしいんです。私たちに力を与えてほしい。空気なんて読まないもん。今の社会壊れていくことが納得いかない。政治ができる全力のことをやらないのが納得いかない。被災者置き去りで自分たちだけ裏金ポッポないないで自分の次の当選だけ考えているような政治家許せないじゃないですか。国民のためにやれよって。そのバッジにすがってんなよって当たり前のことでしょこれね。そういうテンションでやってたらですね皆さんもそれでいけと背中を押してくれて8議席になったっていうのが令和なんですけれど、その先自分自身がやりたい政策を進めていくってことを考えるならば総理にならなきゃダメだよね。私もそう思います。じゃあその総理というどうやってなっていくかっていう今間は全部説明すると時間かかるので総理になってからという体いいでしょ。そういうお話でちょっとさせていただきたいと思います。総理大臣になった場合に足引っ張られるんですって。例えば自民党で順番待ちで総理になっていくような人たちはおそらく経団連であったりさまざまな方面に対して言いなりになるので足引っ張られることは党内の権力争いだけなんですけど、そうじゃなくて野党勢力が総理大臣になった時には一刻も早くその政党をギアさせるために周りが潰しにかかるそうです。例えば民主党、民主党って 100% いい政党ではなかったです。私も民主党に怒りを感じて政界に打って出たんですから。でもね、民主党の前半の時、始まったばっかりの時、ここは見どころがあったんです。どんなことか、例えばですけれども沖縄の基地、日本あの小さな島に日本の多くの米軍基地施設が集中しまくってて、さまざまそこでもいろんな事件が起こってる。これ以上負担は増やせないってことで最低でも県外、アメリカ軍基地の一部を県外に持ち出すっていう話が生まれました。鳩山政権です。で、鳩山さん宇宙人みたいな話もありましたけれども、この県外に移すってことを真剣にやられて、あとちょっとのところで移設するとこだったんですよ。すごいことなんです。これもうその候補も決まってたんです。でもそれを邪魔した者たちがいるんです。誰ですか？官僚です。どのような邪魔の仕方をしたかっていうと、いよいよもう最低でも県外っていう状態になった時に官僚たちが総理大臣にペーパーを出してきたんです。紙です。どういう内容だったか、こちらニュースになっているものを文字起こししてるんですけれども、2010年鳩山由紀夫首相が米軍普天間飛行場の県外移設を断念する判断材料となった政府の内部文書を新聞社が入手した。つまり断念せざるいけないという文書を
官僚が総理のもとに持ってきたってことなんです。どういうことなんですか。米軍の基準、ヘリコプター部隊と訓練場との距離を65海里120キロ以内と明示している文書。つまり何かって言ったら、ヘリコプター部隊と訓練場の間は狭くないとダメだよ、離れすぎたらダメなんだ、120キロ以内にしなきゃダメだよっていう米軍と日本側との取り決め、そういう文書があるから県外に移設することはできません。官僚が総理にそう言って、アメリカとそう取り決めがあるんだったらしょうがないか、諦めた、県外移設が流れたっていう流れなんですけど、実はこの文書が偽物だったんですよ。官僚による捏造だったんですよ。米軍の基準としてヘリコプター部隊と訓練場との距離を65海里以内と明示しているが、在日米軍司令部はその入手した文書を見せられて、そのような基準はないって言ってるんです。つまり何か、米軍一切関与してない、日本の官僚が捏造して総理をだまくらかして失脚させたんですよ。すごくないですか。これが政治の世界なんです。で、話戻りたいと思います。今ご質問してくださった方は、あんた総理になるって言ってる、万が一総理になれたとしよう、でもその先どうすんの。いろんな官僚だったりっていうものが足引っ張っていく中で、どうやってうまくやるんですかっていうご質問だと思うんですけど、今の政治の中にはものすごく、あの意味で表裏一体、悪いものと使えるもの、ある意味でそういうものの表裏一体の部署があるんですよ。何かさ、内閣人事局。内閣人事局って言ったら何かってったら、安倍総理の時代に作られて、そのトップに菅官房長官当時が座っていたんです。何かってったら、官僚の人事を自由にできるっていう局なんですよ。これ一番怖いんですね。そりゃそうでしょ、人事権があるのが一番強いんだから。で、安倍政権はこれを何に使ったかって言ったら、自分たちのやることを 100% 進めるための忖度政治を官僚たちに進めさせるっていう種に使ったんですよ。みんな怯えたわけです。言うこと聞かないとさせんだな、言うこと聞かないと今の立場を失う、出世さえ難しい、そういう状態にさせたってことなんですね。じゃあそのようなものを使うなんてダメだっていうリベラルを名乗る者たちいるんですけれど、じゃああんたらどうやって社会変えるつもりだよって、現職の総理さえもそうやってくじかれたんだろって、それあんたらの大将がくじかれたんじゃなかったっけって私はそう思うんですよ。じゃあ何をすべきかって言ったら、私が訴えるような30年の不況を終わらすための徹底的な財政出動、生きてるだけで価値があると思えるような、あなたがブラック企業に使い潰されないような厚い社会保障、さまざまな今までなかったもので、財務省がお金をしっかりと出していかなきゃいけないような社会にしてということを考えるんだったら、これ人事手に入れるしかないんですよ。そりゃそうでしょ、行政府の長に弓を引くような者たちをそのままにしてたらあっという間に倒されますよ。だからその人事権を持つっていうのはものすごく重要なことってことなんですね。ある意味で刃物として使われたもの、しかもその刃物を使った理由は、自分の嫁さんの仲良しの学校経営者に対して、国民の財産である国有地をただ同然で差し上げたりとか、総理の友達数十年来のお友達に60年間作ってなかった獣医学部を作って差し上げるとか、さまざまなある意味で画伝飲水、そういう行動に使われた、そのような人事局の使い方ではなくて、本当に国民のために使おうぜっていうようなやり方をやっていくべきだと、それでコントロールしていく以外方法がないと思ってます。ありがとうございます。何食べてるとき元気出るかって、そのエネルギーどっから出てくるのかって、熱い、鬱陶しい、なんだこの灼熱みたいなおっさんっていうエネルギーはどっから出てくるかって言ったら、甘いものです。昨日はぜんざいをいただき、夜にはコンビニのプリンを食べて、夜中の3時まで明日月曜日総理大臣に直接ぶつける質問を作っておりました。今日はこの後ですね、おしゃべり会、入場無料、アンチも大歓迎、どなたでも参加いただけてマイクを握っていただけます。政治について喋ろう、冷やかしに来てください、時間つぶしに来てください、自由に政治について喋ろう。今日はこれをですね、また皆さんと外でやったことを部屋の中でやるんですよ。
でそれが終わった後新幹線で帰るんですけど、その中でも明日の質疑、その新幹線で作り上げないと間に合わないんです。でも今日ここに来たんですよ、尼崎の皆さんと兵庫県の皆さんとコミュニケーションしたくて。変えましょうね、一緒に。この後もぜひお時間ある方お付き合いください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのみかじめ料を払っている、日本なんですけども、アメリカとの今後の付き合いっていうのはどういうふうに進めていくべきでしょうか。対等でしょう。でも残念ながら今対等じゃないんですね。植民地なんです、日本は。宗主国様と日本は植民地だからノーとは言えないという状況を自分たちでこれ広げちゃったわけですね。で同盟国だって言うけど、同盟国ならば対等ですよね。だから例えばだけれども、イスラエルが、パレスチナに対してあれだけの大虐殺を行っているときにバックアメリカで、そこに対して、日本が同盟国としてそれはいかんとはっきりと言わなきゃいけないし、そこに対して言えるのは同盟国であるはずなんですよ。でも、まあ、日本もちょっとアメリカについていきますっていうイラク戦争の時だったりとか、この間のウクライナみたいな状況では、パレスチナにおいてはないけれども、もっと踏み出せるはずなんですよ。もっとこの虐殺を止めるための動きはできるはずなんですよ。でもそれをやれないというところが、あの立場上そういう状態なんだろうな。どういう状態にしていくべきですかって言ったら、対等になるべき。向こうはビジネスだから大きく要求してきますよ。それを全部受けてどうするんだってことですね。向こうが言ってること 100% 以上に返そうとするなってことです。逆に言ったらこれはできないということをはっきりと言っていく関係性を築いていくのが一番健全であろうと。イラク戦争なんかは、先進国とかが反対している中、日本が真っ先に賛成してますから、逆に言ったらそれによってイラクっていう国はもう破壊され尽くしたわけですよね。そこから生まれたのが IS だったわけだし、世界がより不安定化することにアメリカの戦争に伴走していきながら、支えているのが日本だってことになっちゃったとしたら、日本人であることがリスクになる可能性が非常に高いわけです。それだけは絶対にやっちゃいけない。国民の生命財産を守るっていうような自分たちのことだけを考えたとしても絶対に避けるべきこと。ウクライナにしても、侵略したということに関しては最大限の非難を申し上げながら、ロシアとの関係は閉ざしちゃダメなんですよ。完全にあの NATO 側に身を置く、日本も NATO に入れてほしいぐらいの勢いでやっちゃったら、これ対立にしかならないですね。目の前にあるんですよ、私たちの国のっていう。日本の国家安全上のことを考えたとしたら、やっぱりそこは線引かなきゃダメなんですね。そういうような外交というのをやっていくというのが必要な国なんだろうなというふうに、国なんだろうなというのも、そういうことがなされてこなかったってことが一番この国の不幸というか、逆に言ったら食い物にされるという立場になっちゃったってことだと思います。まさにこれです。これ見ていただいたら、昔のですね、風刺画ですね。これ何かしたら、左側で栗を焼いているのがロシア人だと、で日本人が最前線に立たされて、このちっちゃな子供みたいな、後ろからアメリカとイギリスが、お前あの家中の栗を拾えと、あいつが全部食べちまうぞっていうふうに背中を押されてるっていう、そういう状態ですね。まさにウクライナという状態はどういうことかって言ったら、日本はこういう立場にあるんだろうと私は思ってます。でこの第2ラウンドっていう部分をアメリカと中国というところの間に入りながら、最前線で日本が食い物にされてしまう、結局は何なんですかって言ったら、戦争はビジネスでしかない。結局ウクライナで一番儲かったのはアメリカでしょ。武器製造してる、武器を作ってる企業たちが儲け続けるっていう、その第二ラウンドの草刈り場っていう部分でアジアっていうところに目をつけられてるってことは、やっぱり考えなきゃダメなことですよね。そこに対して一緒にやっていこうというか、さらにその火事場を利用して一部のものだけ日本国内でも儲けられて、他が傷ついても知らんわっていうような、そういうような今の政治状況っていうのを変えていかなきゃいけないなと思ってます。